ボンジュー、皆様こんにちは。プラマニのガクです。今日もまたまた耳で聞いていただくラジオのような動画、プラマニの耳、略してプラミミ、お送りさせていただきたいと思います。先週はですね、ひな祭りがあったりですね、今週の日曜日はパリのねドールショーに行って、ちょっといろいろね、さまざまな人形をね堪能させていただいたりしてね、あっという間にもうね3月10日もね過ぎてしまってね、本当に早いですね。日にちが経つのがねちょっとびっくりですね。まあこの間ね、なんかクリスマスが終わってお正月が明けたばっかりかななんてちょっと思ってたんですけど、あっという間にね2月も過ぎ、3月になってね、もうすぐ桜の季節ですね。もう本当に早いですね、なんか月日が経つのがね。なのでうかうかしてらんないのでね、また頑張って動画制作ね、皆さん、リスナーの皆様、学編みの皆様にね楽しんでいただけるようなね動画作ってまいりますのでね、どうか応援の方よろしくお願いいたします。ライブの方でもね言ったんですけどね、先週から歯の矯正がね下の方も始まってね、なかなかね喋るのがうまくいかなくてね、ちょっとお聞き苦しい箇所も多々あるかとは思うんですけどね、まあ歯のね矯正がしてなくてもね、結構僕言葉間違えたりね、発音がちょっとしたったらずでね、なんか滑舌が悪かったりするんですけどね、その辺はどうか笑ってねお許しいただけたらと思っております。はい、それではね、音声のみのラジオのような動画、プラマニの耳、始めさせていただきたいと思います。このブラミミはブラマニ YouTube チャンネルの提供でお送りいたしております。今日のねブラミミなんですけど、先週ですね、ブライスの公式チャンネルさんの方でですね発表されたブライスグッズのね紹介させていただきたいと思います。皆さんね、公式の方のホームページご覧になられていらっしゃいますでしょうかね。先週にですね、急にですねブライスのグッズのね発売がアナウンスされておりまして、まず一つがねスタンドバイミーというネオブライス専用のねスタンドセットとですね、あと今週ですね、今週に入ってですね発表されたのがブライスのペーパークライフトのね家具が出るということでね、今までにねなかった試みでね、なんかすごく面白いんではないかなと思ってね、こちらねご紹介させていただこうと思います。まずね、先週発表になったCWC 限定ネオブライス用スタンドセット、スタンドバイミーの発売ということでね、いつもねブライス人形についている四つ葉のクローバーのようなね形のスタンドですね、支柱がシルバーで、ね、いつも、まあ、たまにね支柱がシルバー以外のもあるんですけどね、それがですね2体セットでですね、今回ね白い色のスタンドと可愛いピンク色の、ね、スタンドが2体セットで、いくらかな、1850円、税抜き1850円でね、3月の23日今月末にですね発売されるということでね、結構ねブライスをお迎えすると必ずスタンドはついてくるんですけど、やっぱりねなんだかんだ僕もあんまりねなくすことはないんですけど、たまにねお着替えさせた時にもうちょっと薄い色のねスタンドがついてたらいいなとか、あとねデフォルトのねお色のスタンドだとちょっとねお着替えさせた後に合わない色のスタンドだったりする場合があるので、よくねたまに僕は他のねこの白いスタンドだったりね薄い色のスタンドを、ね、取り替えて代用させて写真を撮ったり動画を撮ったりするんですけどね。なので今回ね公式さんが発売されるねスタンドセットですね、薄いピンク色と真っ白のね本当に癖のない色の2色のセットということでね、僕もなんか今度アニバーサリーのねドール買う時とかついでにね公式さんで注文してみようかななんてちょっと思ってるんですけどね、やっぱりね結構スタンドってね余分にあった方が便利だったりするんですよね。なくすことはないんですけどね、外に持ち出すこともあんまりないのでね、でもやっぱりねついついスタンドをなんかね 4,5 個余分にあったらいいなと思ってたのでね、ちょうどいいかななんて思ってるんですけどね。
このスタンドセットのお名前がですね、スタンドバイミーというね、ちょっとあのダジャレのようなね、あの名前ネーミングがついてるんですけど、以前もねスタンドバイミーという名前でね、あのネオブライス用のスタンドが発売されていたのでね、そのリバイバルみたいな感じでね発売されるのですごく嬉しいですね。ね、こういった感じでねスタンドが発売されるんであれば、今すごくねあのプレネになってる何でしたっけ、洋服アウトフィットをかけられる、あ、そうそう、トルソーですね。トルソーのセットもねまた再販してくれたらいいななんてちょっと思ってるんですけどね。トルソーのセット僕もね結構あの2セットぐらい持ってて、一つも開けてあって、もう一つ未開封でね残してあるんですけどね、あのトルソーのセットもすごくね使いやすいのでね、できればこのスタンドバイミーと同じくねトルソーもCWC さん限定でもいいのでね再販してくれたらいいなぁなんてちょっと思ってるんですけどね、皆さんいかがでしょうかね。こうやってねあのグッズの再販があるということは、なんか昔ほらブライスのね雑貨っていうんですか、あの家具とか椅子みたいなやつとか、あのベンチみたいなやつとか、あとバイクみたいなのもあったような気がするんですけどね、そういった感じのあのブライスのなんかあのね雑貨も再販してくれたらちょっと嬉しいななんてちょっと思ってるんですけどね。当時のねあの雑貨の商品なんか結構ねまだ eBay なんかで売ってるんですけど、やっぱりお値段がねブライス1体分ぐらいのお値段ね5000円以上、1万5000円弱ぐらいで売ってるのをたまに見かけるので、ね、だったらまたね出してくれたらいいなぁなんて思ってるんですけどね。 CWC さんいかがでしょうかね。まあ、これは僕のねブラマニ学の個人的なねあの希望なんですけどね。あとですね、このスタンドがね先週末発表になったんですけど、今週に入ってですね、あの急に今週というかもう月曜日ですね、月曜日になってですね、急にあの公式さんの方でまた新しい新商品の情報が出てまして、今度はですねブライスラブリーインテリアペーパークラフトの家具ということで、あのブライスのねあの家具ですか、ブライスの家具というかあの紙で作られたペーパークラフトのインテリアが発売されるそうなんですよ。で一応ね写真なんかもあの公式さんの方に出てて、ラウンジソファーですとか、あとワードローブ、あとバニティスツールっていうんですか、鏡のね鏡台みたいな感じ、あとチェストとフロアランプということで、結構なんかね種類が出る、4種類ぐらい出るらしいんですよ。で自分でねミシン加工された台座から外して組み立てる方式のペーパークラフトということでね、どのぐらい強度があるのかよくわからないんですけど、結構ね公式さんのお写真ではブライスがねソファーに座ったりしてる画像が載ってるので、結構丈夫な紙にね印刷されてて、何ですかね、結構耐久性があるような感じなんですけど、実際はねどんな紙質なのかちょっとね実物見るまでわからないんですけどね。でそのそれぞれの家具のに印刷されてるイラストは、なんかお姫様や女性向けのガーリーレトロキュートなポップなイラストレーターの方、花島ゆりさんっていうのかなという方が書かれたということでね、アーティストさんの作品ということでね、なんかちょっとどんな感じになるのかちょっと興味があるんですけど、紙なのでね耐久性とかねどこまで持つのかとねちょっと不安になっちゃう部分もあるんですけどね。で値段がですね4種類各850円税抜きということなのでね、850円、結構ねお値段するなと思うんですけど、まあね実際ブライスが座れたりね組み立ててもしっかりしてるんであればありかなとは思うんですよね。なんか去年だか一昨年にブライスの紙の人形とか発売されてましたよね。自分で切って貼って組み立てる、それに通じるものがあるかななんてちょっと思ったりもしてて、でなおかつほら去年発売されたシールブックですね、小さなお子様向けのシールブックなんかも去年出てたので、その流れを組んでなんかこう小さなねお子様向けにこの商品出したのかななんてちょっと思ったりもするんですけどね。まあねほら
小さなお子さんのね、小学校5年生とか6年生とか1年生とかっていう雑誌によくね、紙でつくなんかこう工作みたいな付録がついてたじゃないですか。今のね、小さなお子様たちの付録ってすごい豪華ですよね。なんかこの間僕がね買った何でしたっけ、隅っこ暮らしのあのキャラパフェでしたっけ、あの小さなねお子さん向けの雑誌についてたおまけとかね、結構最近のね雑誌のおまけでも紙の付録がつくことあまりないのでね、なぜ今ね公式さん紙のおまけを出してきたのか、ちょっとなんか面白いなと思うんですけどね。ね、僕としてはね、先ほどほらスタンドバイミーの時に、あの昔ねブライスさんが発売していたあの家具ですとかね、バイクとかね、ベンチとかまた出してくれたらいいなって喋っていって、その流れでね今回このペーパークラフトが出たので、ちょっとね個人的にはね、例えば5、6千円とか1万円でもいいので、ブライスの例えばワードローブですね、ブライスのアウトフィットをかけられるような大きなねプラスチックとか木でもいいんですけどね、立派なワードローブ1万円とか1万5千円だったり、あとはブライスがね座れるあのちょっと何ですか、あのロココ調というかベルサイユ調のね、ちょっとあのベルエポック調の家具とか、なんかそういった路線でちょっと出してほしかったなと思うんですけどね、紙とかではなくてね。なのでまあこのね紙のペーパークラフトの売り上げが良かったらね、もしかしたらブライスのね立派な家具のなんかプラスチックの家具とかね出してくれるかもしれないのでね。でもね、ペーパークラフトで850円だとどうなんでしょうかね。今のね小さなお子様とかは買えるのかな、どうかなんでしょうかね。ね、僕もねまあどうかなまあ一個ね試しに買ってみてね、あの YouTube の動画のネタにねちょっと作ってみるのもありかななんてちょっと思ったりもしてるんですけどね。だったらでもね、ブライス公式さんが出してるのでね、ペーパークラフトといえどもコレクターアイテムとしてね作らないでもっと着たいななんてもう思ったりね。例えばねブラマニとしてねブライスファンなのでね、なんかこう、まあ、2個買いはないと思うんですけどね、850円のね4種類で2個買いしたらすごい金額になっちゃうのでね、だったらねブライスさんなんかもうちょっと頑張ってね少しお金を出してブライスさん1体買った方がなんかいいかななんてちょっと思ったりもしてるんですけどね。さてさてね、こちらのねペーパークラフトもあの3月23日に発売ということでね、ねあのちょっとね、皆さんあの CWC さんね結構頑張ってるので、応援する意味でもねどうでしょうかね。まあスタンドバイミーだったらね個人的には欲しいなと思うんですけど、ペーパークラフトはまあでもねちょっと欲しいかな、どうでしょうかね。まあちょっと考えてみてね、もしお迎えする機会があってね、もしお迎えしたらちょっとね動画の方にアップしてみようかななんてちょっと思ったりもしてますね。でね、このままね CWC さんブライスのね、例えば立派なねドールハウスとか出してみたらいかがでしょうかね。あのリカちゃんとかね、あのあるじゃないですか、リカちゃんハウスみたいな感じで。なのでブライスハウスみたいなね、まあ、ハウスまで行っちゃうとちょっとねブライスさん頭が大きいので規模がね大きくなっちゃうんですけど、例えばブライスのお部屋みたいなね、ちょっとあの少々高くてもいいので、あのちょっと立派なねドールハウス、ブライスのねと一緒にお人形遊びできたりね、家具の配置ができたりね、写真撮影のバッグに使えるようなドールハウスとかね出してくれたらいいなと思うんですけど、皆さんいかがでしょうかね。まあ、できればね、長いベンチとかソファーとかね、おしゃれな感じのちょっとね本当にベルエポック調のドールハウス調の家具ですとか、もしくはねレトロポップな本当にねあのビビッドなカラーのあの60年代70年代のねあのちょっとモダンなねちょっとレトロポップ調の家具なんかもブライス合いそうなのでね、そういった家具コレクションとか家具シリーズとか出してくれたら嬉しいななんて思ったり、例えばあとブライスの車ですね、あのブライスがね座って運転してるような感じの頭の大きいブライスさんもこう乗せられるようなね車、よくほらシルバニアファミリーとかねバービーでも車出てるじゃないですか。
なのでそういった感じでね出してくれてもいいかななんて個人的には思ってるんですけどね。まあ本当に最近ねブライス界隈のね人気がどんどん高まってね、ブライスファンの裾野もねどんどん広がってね、今まで大人向けのコレクタードールだったのが最近ではね小さなお子様とかにもね認知度知名度がね広がってきてますのでね、なので小さなお子様もねきっとほらドールハウス遊びとかしたいと思うのでね、なのでできればねブライスのお人形とかねだけじゃなくアウトフィットだけじゃなくね、もうちょっとブライスワールドブライスユニバースをね広げる意味でもね付属品出していただけたらいいなと個人的には思ってるのでね、まあこのね今回発売するペーパークラフトの売り上げに左右されるのかもどうかな、まあね売れればいいんですけどね、売れてねすごい人気が出たらもしかしたらねプラスチックな立派なね紙ではない立派なね家具とかね出してくれるかもしれないですのでね、はい期待して待っていたいと思います。あとね昨日動画を上げさせていただいたんですけどね、日曜日に行われたパリのねドールフェスティバル、サロンドプッペっていうねパリで行われたドールショーのね動画、皆さんねたくさんの方に見ていただいて本当にねありがたく思っておりますね。なんかそのね動画のおかげかなんか昨日はねすごいたくさんの方にねチャンネル登録していただいてね、ちょっと先週までねずっと10日間ぐらいチャンネル登録者のね数がなかなかね上がらなかったのでね、今回昨日の動画のおかげでねだいぶ増えたのでね、ちょっとほっとしたりもしておりますね。ドールショーの話なんですけど、ドールショー本当にね2年前よりは規模が小さくなってたんですけど、やっぱりねパリにも結構たくさんのねドールファンの方がいらっしゃるようでね、やっぱりお子様はあんまりいなかったんですけどね、やっぱり大人向けのドールショーだったのでね、それでもやっぱりにぎわってましたし、やっぱりね男性の数が多いのにびっくりしましたね。大体ね 30%40% ぐらいは男性の方だったり、あとドールをね実際にカスタマイズしたりアウトフィットをね作って売ってたり、昔のねバービーさんとかなんか売ってる売り子さんの中にも結構男性混じってましたしね。で僕がねゆっくり人形を見てると隣に立ってね人形を選んでる方も男性だったり、あと僕の動画の中でねウィッグですとか、あとちっちゃな小物が売ってたスタンドがあるんですけど、その僕がねそこで動画を撮ってる時に隣に8歳ぐらいの男の子がお父さんと来てて、一生懸命ねドールの小物とかねアウトフィットを選んでたんですよ。それを見てあいいなと思って、パパとね息子が2人でねドールショーに来て、なんかドールに着せるねアウトフィットとか選んでたのを見てね、あいいなーってちょっとほら僕もね男でねドール好きなのでね、僕もこのブラマニ YouTube チャンネルのおかげでね大人でもドール遊びしていいんだよ、男性でもね恥ずかしがらずにドール遊びしても全然もうおかしくない時代ですしね。なので昔はね僕がちっちゃな頃はやっぱりね男の子がねドール遊びするとちょっとね親に怒られたりね、そんな男の子が遊ぶもんじゃありませんとか言われてた頃なんですけど、今はねそんなこともだいぶなくなってきたようでね、だいぶ認知度も広がってると思うんですけど、やっぱりまだまだね男性がお人形遊びするのにはやはり勇気とねやっぱりこう周りにねカミングアウトするのもやっぱり結構ね大変だと思うのでね、でもやっぱりこういった感じでね僕みたいに男でね YouTube で動画を上げて顔出ししてねしてることによって、もちろんね女性のねドールファンの方もたくさん見てくださいますし応援してくださるんですけどね、その中でもやっぱり少数なんですけどね、男性の方からねガクさんの動画見てねドール遊び恥ずかしがらずできるようになりましたとかね、同じ男性としてねすごく嬉しく思ってますみたいなコメントいただくとすごく嬉しいのでね、これからも頑張ってねブラマニ YouTube チャンネル続けていってね、女性の方男性の方問わず、またね年齢とかね若い方年配の方問わずね皆さんにねドーリーライフ
楽しんでいただけるようにブラマニのねコンテンツどん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 広げていこうと思いますのでね、どうか引き続きこのブラマニ YouTube チャンネルの応援の方どうかよろしくお願いいたします。はい、それではね今回もねブラマニの耳、略してブラミミ、長々とねおしゃべりさせていただいたんですけどね、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。もしねよろしければね動画のコメント欄にご意見ご感想いただけると動画制作の励みになりますし、またねチャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら何とぞチャンネル登録の方もねどうかよろしくお願いいたします。長々と、このブラミミご視聴いただき本当におつぶらでした。それではね、また次回のね、動画やライブ配信でお会いいたしましょう。あ、そうそうそう、今週もね、またね、いつ頃かな、ね、できれば、ライブ配信の方ね、木曜日か日曜日のね、夜になっちゃうと思うんですけどね、そのくらいにまたね、ライブ配信の方やらせていただこうと思っておりますのでね、もしお時間がありましたら、ぜひぜひご参加くださいね。見てるだけじゃなくてね、聞いてるだけじゃなく、チャットもね、気軽にご参加いただけたら、光栄です。はい、それではまたね次回の動画やライブ配信でお会いいたしましょう。ブラマニのガクでした。おつぶらでした。